はい、こんにちは、山本です。はい、こんにちは。弾き語りライブ1年4ヶ月ぶりということで、皆様お元気でしたでしょうか。私はこの2年ぐらいですね、オンラインレッスンに出すぎて、まあ、さて前では完全に画面の中の人になってしまいました。で、だいたいこうレッスン出始めた時にみんな、あ、本物やとか、なんかサイズ感違うとか、でかいとか、なんかそういうふうにいろいろ言われてたんですけど、まあ、そう、前々回出させていただいた時にですね、私が歌ったらいいんじゃないかっていう曲を教えてくださいっていうふうにちょっとお尋ねしてたんですけど、皆さんリクエストありがとうございます。皆さんね、ジブリ系とか、まあ、翔子お姉さん歌ってそうなやつとか、まあ、アンジェラ・アキさんとかね、久保田早紀さんとか、いろいろ教えていただいたんですけど、まあ、今日は中島美嘉さんの、おぼろ月よ祈りっていう歌を歌わせてみたいと思います。でこれは私たち世代だったら誰でも知ってる、ふるさととか、春が来たとか、もみじとか、なんかそういう、唱歌を作られた、作詞が高野辰之さんで、作曲を岡野定一さんのゴールデンコンビによる、おぼろ月夜っていう曲と、作詞が中島美嘉さんで、作曲が葉加瀬太郎さんの祈りっていう曲を融合させた、そういう曲です。では、おぼろ月夜祈りお聴きください。春風
ありがとうございました。菜の花畑で、まあ、春やから早く歌わないと夏が来てしまうと思ってすごく焦って練習してたんですけど、実はこの曲がリリースされたのは2004年の9月秋なんですよね。だから、まあ、季節関係なかったんかということで、まあ、これから季節関係なく歌っていこうと思っています。ここからはヤモさん恒例日本語ゴスペルコーナー、イエーイ、イエーイ、イエーイ、はい、今日の曲はですね、岩渕誠さん作曲、関根和夫さん作詞の God Bless You です。これはね、以前もこの弾き語りライブで歌わせていただいて、この曲は私的な思い出としてはですね、うちの娘が、まあ、地方の大学に行くときにですね、まあ、祈ってるからね、元気で暮らすんだよっていう形でですね、この曲をカバーして CD にして、私の代わりに持っていけみたいな形でですね、宇宙の娘に手渡した思い出の曲でもあります。今日は、私の歌を聴いてくださる皆さんの上に神様の祝福が豊かにありますように歌わせていただきます。では God Bless You お聴きください。Good.
ありがとうございました。山でした。